スティーブ・チェルンドロは、アメリカ合衆国、イリノイ州、ロックフォード出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。元アメリカ代表。1998から99シーズン終盤に、ブンデスリーが2部のハノーファー96に加入。翌年右サイドバックのポジションを確保するも、シーズン終盤に、膝の負傷で、戦線離脱し、 シドニーオリンピック出場のチャンスも逃すこととなった。翌2001から02シーズンは30試合に出場し、チームの一部昇格に貢献。ブンデスリーが初挑戦となった2003から04シーズンもレギュラーを確保し、33試合に出場。2005年には、プレミアリーグのボルトン・ワンダラーズ FC との遺跡が、クラブ間合意に至るも契約を拒否し、ハノーファー残留を選択した。 2010から11シーズンからはキャプテンを務めるなど、名実ともに同クラブに欠かせない存在となり、15年間の在籍で通算出場試合数は370試合を記録している。2014年3月19日、長年にわたり悩まされていた膝の故障が感知しないことを主な理由に現役引退することを発表した。なお、引退後も、 ハノーハーの23歳以下のチームのコーチとして、クラブに残ることになった。アメリカ合衆国代表としても1999年に代表デビューをして、以降継続的に招集され、2002FIFA フフワールドカップ、2006FIFA フフワールドカップ、2010FIFA フフワールドカップの3大会に出場している。小柄な右サイドバック。果敢にサイドを駆け上がって、クロスを供給する。 相手を的確にマークする、粘り強い守備も持ち味。ドイツで長く活躍し、代表でもレギュラーの座を掴んでいる。ありがとうございます。